Hello, everybody. Welcome back to another episode of Final Fantasy 16. In the last part, we did some more side quests, expanded some of our resources, and helped Mid finalize her ship. We set sail. We took down a bunch of Akashic sounds better, so I'm gonna go with Akashic. I'm still probably saying it wrong. But we took down a bunch of those. We took down a bunch of Slitnir clones. Now we are off to sea. We're on the chase of Odin to save Jill. Let's see what happens in the open seas. に向かってるならゼメキスの脇を通ってこの海峡に入る。私たちは今この辺り、エンタープライズの速度ならじきに追いつくはず。灰の大陸南部を迂回する進路は難所が多い上に南東の風だからまずないだろうね。奴らはカンベルを出た後北へ進路を取ったらしい。もうしばらく追いかけりゃ。アインヘリアルを捕捉。掴んだか。このまま全身全速、ミスリル機関を休ませるな。了解。兄さん。総員セッターを用意。大一番だ。It's a pirate battle. ニエに引き寄せられたか、ミュートス。お前と余人をつなげる思念の鎖。あの程度で断ち切れると思っていなかったが、以前にも増して強くなっているようだ。面白い。この斬鉄剣にどこまで耐えられようか。まずい。Hardship's got drifts.Leave me on the enemy ship. Through the maelstrom. Can
Come on, man. Attack me. You know you want to. Too early. He's too scared. He doesn't know what to do. Look at him. Oh, he got me that time. How's that out of precision? He's obviously in the hold, but I'm gonna walk around here and see what I can find. I'm not gonna kill you. Someone already died though. いたぞ、やつを逃がすな。頼む、ジョシュア、持ちこたえてくれよ。Got a big boy here.
movement. Level up. Got him. Jiro, どこにいるんだ? The ship can only be so big. Spaces. クライブ、どうやって？話は後だ。出よ。キノコの片割れならその力で足掻いてみせろ。He's priming up or iconing it up.Split the sea. Uh-oh.
quite literally split the sea. The seas have been parted. Okay, interesting. It's like Moses. Moses was the one who split the sea, right? バルナバス、ジョシアはどうした？フェニックスか。さて、死んではいないだろうよ。ニュトスを取り巻く思念、一筋縄ではいかないようだな。これでは御方も手を焼かれるはずだ。この世界はほどなく黒に染まる。すべての生きとし生けるものは滅びを迎えるだろう。ああ、貴様の言う通りだ。だから俺は黒の一体を止めるためにマザークリスタルを破壊している。それがお前のなすべきことだとでも？世界が黒に染まるのは必然だ。神でさえその脅威に抗うことはできん。お前のやり方では誰も救うことなどできはしない。事態を受け入れろ、ミュートス。神と共に歩むのだ。断る。それでも俺は諦めない。まだ自我に振り回されるか。ならば今ここで己の天命というものを教えてやる。さあ、かかってこい。ジル、下がっててくれ。クライブ、でも心配ない、頼む。
界の話をまるで分かる世界。チャンスゲーム。己の定めを変えることなど、そう簡単にできるものか。ここまで無知だとは。お前がそのありさまでは、いくら賢明をとっても受け入れられない。サボイ。Oh boy. どうした？もうしまいかね。クソ。クライブ。気づかぬか。お前の自我が自身の枷となっているということに。どういうことだ。ミュートス、召喚獣ドミナントとは何か。神の力の一端を賜りし者、その身をもって神の意向を世界に広く示す駒。そう、それが我らドミナント。この力がアルテマの。神の力は本来人の身には余るもの。わずかな光子で体を蝕む。最大限に力を発揮しようものなら人の姿を保つことすらできない。そうしてこの体は人ならざるものへと変貌していくのだ。召喚獣と。それほどに神の力とは兄弟。だがお前は違うはず。召喚獣の力を行使しながらそれによる負荷を感じたことはあるまい。何を言っている。ならばこう言おう。ドミナントとはお前のために用意された荷。ドミナントたちを喰らい尽くし神の力を得る。それが世界の礎たるお前の役割。ドミナント。そうだ。今のお前は自我に飲まれ、ただ喰らうという本質を忘れている。己の役割を思い出さぬ限り我が鎧を打ち砕くことすらできぬ。しかしそれを気に病むことはない。この世界のすべての人々がお前のように囚われていたのだから。そして長きにわたって自我に苦しめられてきた我々についに神は救いの手を差し伸べられた。原初の楔によって人はあるべき姿へ戻るだろう。あるべき姿とは何。神に仕える無垢なる存在よ。まさか。そのような俗な呼び方はやめていただきたいですね。自我なぞという人の汚れから解き放たれた無垢なる者たちなのですから。 That's not my sword. It's not my sword. 彼らはそう、いわば神の兵。すべての人をアカシアにする気か。それこそが人の本来の役割。
神が作る誠あるべき世界では苦しみから解放され、人は誰もが等しく静かな生を全うできる。ようやく人は救われるのだ。させない、そんなこと絶対にさせない。俺たちが望み作りたいのは、人が人として生きていける世界だ。生かされる世界じゃない。思念の鎖をまた強くしたか。自我の高まりが互いに影響ならば、その佐賀を使わせてもらおう。クライブ、残るドミナントはミトスに縁近き者。思念の鎖で互いのつながりが深くなれば、手を出さずともミトス自ら食らうやもしれん。御方の意向とはいささか異なるが、それが役割であるなら許していただけよ。陸まではすぐよ、走り抜けましょう。ジェル、行けるのか。長くは持たないけどね。急いで。Five bested. Oh no.That's not the victory screen you want to see. Ooh, impulse increases by 10%. Nice! Minna wa buji kashira? Enterprise wa nomi komarete inakatta. Kitto daijoubu da.氷をたどって迎えに来てくれるさ。ここで朝を待とう。やはりバルナバスは強い。今の俺では。だったら彼の言う通りに自分を捨てて。アルテマの器にでもなる。そうはならない。あなたはきっとそうしない。君は俺が怖くはないのか。奴の言ったことが真実なら、俺は人ですらないのかもしれない。イフリートへの権限だって、何か別の存在へと変わっているだけだとしたら。そうだとしても、あなたがこれまでしてきたことは何も変わらない。振るった力がたとえどんなものであれ、いつも誰かを守るために戦ってきた。あなたは人々を守り救ってきたわ。違うの？だが多くの人も殺した。もし俺の役割がそうさせてきたのなら、子供の頃からちっとも変わらない。たった一人何もかもを抱え込んで、もっと頼ってほしいのに。いつもそうやって一人でいるから、一番大切なものを忘れてる。あなた自
ライブ、今度は自分のために戦って、あなた自身のために。俺がいつ人でなくなってもおかしくない。人でありたいと願う限り、あなたは人よ、クライブ。私がそう信じる。人は守りたいもののために生きて、生きるために戦う。あなたは私にそう教えてくれた。あなたと戦い続けるわ、最後の瞬間まで。あなたを守るために私は生きる。She's taking Shiva. Well, I guess that's how he gets Shiva. あなたが全て背負う必要なんて。ようやく分かったんだ。俺が背負っているもの、罪も思いも、その全てが俺自身を人にとどめてくれることに。またこうやって月を見よう、一緒に。私も誓うわ、クライブ。何があっても私があなたを見つける。君の笑顔のおかげで俺は満たされる。There it is. Well, it's definitely passionate, that's for sure.
この後すぐバルナバスを追う。いや、奴とはいずれ顔を合わせる。嫌でもな。今は俺たちがやるべきこと。最後のマザークリスタル、ドレイクスパインの破壊ね。アインヘリアルは海に沈んだ。奴らもすぐには動けないだろう。一度隠れ家に、まずは体勢を整えるんだ。そして万全に支度をしてから、再びこの地。You can definitely tell that they had a little intimate moment over the course of the night. Come one. Ha! All right.話を聞いたぞ、クライブ。海が割れたってミドが大騒ぎしてた。みんなよく無事だったもんだ。なんとかな。エンタープライズはロズフィールド卿が？ああ、おじさんに預けてきた。何で？ランダー近くの港町で補修と物資の積み込みをしてもらっている。俺たちの支度が済む頃には出航できるだろう。あっちもアカシアの対策に追われてなかなか大変みたいじゃないか。人も魔物も次々とアカシアになってるらしい。おじさんも難儀していたよ。あの御仁のことだ。そう簡単にくたばらんだろうが、こちらもできる限り支援をしておく。活動資金の借りもあるしな。すまない、頼む。 You guys are in the middle of a lake. Unless they could swim, I think you're good. But then, what do I know?Power of ice, I got Shiva. Alright. Got cold snap, dodge. Nice. So it's like, it's kind of like with the Phoenix strip, except you can dodge, you can move side to side. Joshua が治療を受けているはずだ。医務室へ行ってみよう。Well, I was kind of worried that she might die. 3,000?It's kind of weird that she might die, but I gotta get 3,000 just to master it. Jesus Lord Almighty. Mesmerize. Alright. We got Ice Age. Cool. Got Rhyme. Ooh, look at that. Nice. Diamond Dust. Nice.Alright, I'll learn this one so I can actually learn it. It's only 100, so it's pretty cheap. What do I want to do? You know what, I might just do this one just so I can actually finish it.Finish off Ifrit's nonsense. Konnichiwa, Graibe. Kochira ga anata ate ni todoita shina desu. 2500 ability points? Kochira no shina desu. Yes! Genji gloves? Ooh. Tokidoki, nozoki ni kite. Now.I could learn a super powered ability, but it's gonna be. I could. Judgment Bolt?
I could. Giga Flare. I'll do that one. And I'll master this one. There we go. Master all the single icons, abilities, and feats. Alright. I'm gonna get rid of Garuda shit. Oh, that's right. You can't. It has to actually be on him. So, I definitely want Thunderstorm. Thunderstorm is pretty fucking strong. So, let me do this. Judgment Ball. Let me do this. I'll put Thunderstorm there. I'll get rid of you. I'll put Impulse on. Alright. That's fine. That is fine. Another damn plus sign? Two plus signs? Oh no, no, no! God, this guy's gonna have another fucking... Oh no. If it's him, fucking hell. I just wanna end my life. How many more twinkles does this man need in his eye? How many fucking more blacksmith woes am I gonna go through? Oh, wait, Jotei? Oh, hey, lady. I didn't even notice you were here. Do you get new weapons? Ice brand. Alright, cool. Now, I mean, I was kind of expecting a little bit more from a Shiva weapon, but maybe I'm spoiled by how Shiva weapons look like at 14. Alright, you know, we'll save these side quests for the next part. We're just gonna go to the infirmary. Sure, he's gonna unlock a new recipe. I don't know what that's gonna do. Guess we'll find out next time, though. Joshua, how are you? I'm fine. I'm fine. はが立たなかった。今生きてるのだって奴に手心を加えられたからに過ぎない。ジョシュア、悔しいよ。同じドミナントなのにこうも力の差を見せつけられるとね。ごめん兄さん、気弱になってる場合じゃなかった。原初の楔が人を証しやにするのなら少しでも早く手を打たなきゃ。それにきっと彼も What happened to him? The medicine girl saved him. I don't think so. Man, the capital's in shambles. Look at it. It's a wreck. Mm-hmm.
待ってて。どうぞ飲んで。The medicine girl finally helped somebody. After being tossed aside practically the entire game. Well, not tossed aside, but brushed aside.そして、あかりを船に乗せて、御霊を隔離用にお送りしているんです。亡くなったおばあちゃんがそう言ってました。世界を蝕む悪しき存在。私もまたある手間の手駒にされたわけか。いや違うな。つけ入られたのは私。これはすべて私の罪だ。この罪を償わねば。怪我の具合は良さそうね。私の薬よく効いたでしょ。薬売りか。売り上げはあんまりだけど、毎日の食事はなんとか。すまぬ、今は手持ちが。いいえ、困った時はお互い様。もう行くの？ああ、世話になった。恩は必ず返す。気をつけて行ってらっしゃい、お兄さん。Medicine Girl. She deserves a name, not just Medicine Girl.フェニックス、今こそ我が翼を預けよう。What's left of them? I don't think you can icon it up now that we stole you took your powers. ルサージュ卿、無事だといいが。兄さん、すぐにでも灰の大陸へ向かうんだろう。そのつもりだ。なら支度を急がないとね。どこに行こうが止めやしないけど、薬だけは欠かさず飲むこと。若様、いいわね。分かってるよ、先生。話は終わったの？ミド、灰の大陸へはどれくらいかかる？エンタープライズの足なら数日ってところさ。ナルディア海域の詳しい海図をバイロンに用意してもらったからな。ただどこにつけるかが問題だ。そうね。灰の大陸にはウォールド王国がある。停泊しているエンタープライズを狙われたらひとたまりもない。となるとビビアンからウォールドの動きを聞いておいた方がいいな。大先生のところへ行くの？私も行く。その間僕は語り部と会ってくる。
アルテマのことで聞きたいことがあるんだ。私も支度を始めておくわ。いろいろ必要になるでしょうから。若様、相当無茶してるわ。気をつけてあげて。分かってるさ。Missive, great! More quests for me to take on, probably. Yippee! Alright, let's go see what Vivian's up to. この前は褒めてくれたのに。やあ、クライブ。待っていたよ。この娘を引き取りに来てくれたのだろう？いや、ウォールードのことを聞こうかと。まさか、君もその話だったのか。ドレイクスパインを破壊するため、灰の大陸へ向かう。改めて状況を把握しておきたくてな。ウォールードの奴らにエンタープライズを攻撃されたら困るんだ。伝えたはずだぞ。あの国の行動はなかなか表に出ないと。それに輪をかけて灰の大陸のことは知られてないのだ。何せウォールードが建国されてからというもの、まともな国交がないのだから、今の状況下における沿岸の警備網など分かろうはずがない。それでもここで一番詳しいのはお前だ。知恵を貸してくれ。大先生、お願い。分かった分かった、そこまで言うなら教えてやる。それではウォールード王国について特別講義と行こう。この国を知るには建国の英雄にして不老の王バルナバス・ザルムという男について語らねばなるまい。バリス・ゼアの外大陸からやってきた流れ者の彼は、若くして灰の大陸の諸部族を見事にまとめ上げると、当時最強の呼び声高かったベルダーマルク王国を一夜のうちに滅ぼした。この歴史的事件により、バルナバス・ザルムの名と召喚獣オーディンの圧倒的な力は世に広く轟くこととなる。それが大陸歴843年のこと。バルナバスがウォールードの王となり、老いることなく玉座を守り続けて早40年。近頃の生還ぶりから、かの英雄もついに戦に会いたかと思えば、一変してこたびの大攻勢だ。帰還アインヘリアルを持ち出すと、大軍を率いて勢力を展開し始めた。ドレイクファングにオーク族を送り込み、カンベルをアカシアに蹂躙させる。その進軍目的はもはや資源収奪とも領土拡大とも言い難い。それでもなおバルナバス王の指揮で行われた進軍だとすれば、一つだけ確かなことがある。オーク族もアカシアもウォールード王国にとってもはや敵対勢力ではないということ。君たちが乗り込もうとしている場所は、そんな得体の知れない奴らの本拠地なのさ。灰の大陸は黒の一帯の侵食が進み、数えるほどしかない寄港地は警戒が厳重。それどころか沿岸部の多くが海流の影響を強く受けている。波の帆船では近づくことすらできないだろう。だがそんな状況の中でも、我らがエンタープライズは一度たどり着いた。そう、打ち捨てられた黒い砂の渚、静かなる影の海岸にね。君たちからの報告を聞くに、ここ以外の上陸場所は思いつかん。どうだミド、もう一度あの海岸につけられるか。潮の流れが速くてちょいと厄介だけど、うん、なんとかしてみせる。任せたぞ。ありがとうビビアン、助かったよ。
今回の講義代は灰の大陸での君の見聞で手を打とう。高額のためにも戻ったらぜひ聞かせてくれ。ああ、分かった。ミド、みんなをラウンジに集めてくれるか。作戦会議だ。俺は書庫へ行ってジョシュアを呼んでくる。はいよ。All right. More side quests? No, there's more of them. Good thing I didn't do them yet. More just sprung up out of the woodwork. Oh, they're all over the place. Oh no. There's two there. One. There's two there. Oh wait, that's the same place. Duh. Got this one there. Oh no, there's three there! Excuse me, it's all in the same area. I'm dumb. So there's three over in Dalmechia. We got one in Martha's Rest. We got fucking like five, we got like probably five or six because of whatever's in the reading table. Oh boy. We got all over here. God, I think the next two parts, I think the next part is nothing but side quests. Next two actually might be side quests. Fuck me, dude. Alright, well, I guess that's what I'm doing next part. God. Okay. I'm gonna end it here. We got loads and loads of side quests to do. So I think the next part or next recording or two is all gonna be side quests. So, I hope you enjoyed it. And I will see you in the next part. Later.